高畑亮、高畑康、高畑咲、家族全員病気になり現在緊急入院しています。俺は尿路結石という病気になり、俺は梅毒という性病になり、私は子宮筋腫になりました。家族3人一緒に入院するなんてすごいよね。こんなこともあるなんてありえんくない？こんな動画撮影していいの？また叩かれるよ、ね、先日僕は梅毒の検査をして陽性でした。これが理由で家庭崩壊につながりかねない事態なわけなんです。なんとかしてください。親父は特にとにかくヤバいんですよ。梅毒って完全放置すると死んでしまう性病なわけなんですよ。もう9度ぐらい熱あるよ。40度ぐらい熱ある。海まで出るし。自分の悪いことしたから、いろんな人と遊んだからこういう結果になったわけやろ。自分が招いたあんねんことやん。まさか風俗であんなになると思わんし。私は今梅毒患者です。ネタではありません。あの風俗場の幸子め梅毒ずしやがって、ある日ポニャの根元の金玉あたりにデキモンが3つできたんすよ。普段見られないデキモンだったから性病科に行こうと思ったんすよ。実は2ヶ月前にヤバそうな風俗場とプレイしたのが感染源です。そんなヤバそうな人とぶちたって分かっとるわ。私のこと夜誘ったやろ。私にも移そうとしたやろ。なんであんた私に呼ばれしかけるわ。いや、ワンちゃんいけるかな。いや、いけん。ワンちゃんいけるとか、その物扱いしんといて。あら、ごめんなさい。間違いなく池袋の生本番風俗が原因なんですよ。やってもうたわ。生でやった。さっきあんたルフィつけたっちっとったいね。え、生本番って言った今。あれは、あ、吐いたやつ。吐いた。ほら、こう嘘ばっかり。結婚する前から私の他に女7人もって七股かけられとったわけや。それも今になって分かってん。この人嘘ばっかりやよ。親父の監視も緊急事態宣言発令中やし。どうや、えってみんぞお前。今40度熱あるんぞ。俺の言ってる風俗店の幸子はな、人気上だから人事で2人が近い対戦相手と試合をするわけよ。ほっとくとガンガン梅毒が広がっていく。ヤバさを感じます。風俗店には連絡したん？してねえよ。だって風俗店に、私この試合相手から梅毒を頂戴いたしましたわとか連絡しても、逆に営業妨害になるだけだし、風俗店そんなことやったら潰れてしまうやろ。難しい問題な。風俗店潰れるより家族潰れるのやね。ねえ、私も梅毒に移ってもよかったっちゅうもんかいね。いや、そういう問題じゃないけど、こう回らんがんなるがね、経済が。家族が破綻して恥ずかしい思いさせられるよりもいいやろいね。よくそれでお母さんの夜襲ったな。最悪、襲われてないから。私は拒否したから、ちゃんと断固と拒否したから。風俗店ライオンの穴さん、どう始末つけてくれる？納得いかんわ。この賠償金取るよ。ほんま、かゆいんじゃなくていけんだよ。フラミジアと違って、私は子宮筋腫と診断されました。先日お風呂に入ったら、おへその恥骨の上あたりに大きなしこりというか、横10センチあたりの塊をお風呂のお湯の中で触ったらすごい感じて、婦人科検診に行ったら子宮筋腫と診断されました。それ要は腫瘍みたいなのあるってことやろ。見えこぶし大ぐらいの腫瘍があるって言われた。子宮筋腫自体良性のものやから、別に悪性じゃないから悪いもんではないね。お母さんの場合はあともうちょっとで完全に生理が上がるから、子宮筋腫もだんだんちっちゃくなってって、手術しなくていいって言われてんけど、今の状態が結局生理来たらすごい大量出血になってひどいわけだから、取った方がいいんじゃないかって言われて。本当に親父に襲われんでよかったな。そうや、その状態にされたら本当最悪やしな。どうなるんすか。さっき俺とも夜の営みできんかが。もうっていうか、とっくに昔からしてませんけど。一生せんからって言ったよね。いや、5年前したやん。いや、してないし。したって15年以上前やさ、言した。あれはだから、あんた北川さんと勘違いしとるんや、5年前っていうの。いや、前の部屋でやりましたん。あんた、この人おかしいよ、頭。その時のプレイは、その時のプレイは北川さん、バック北川。そうや、水商売。一生お前なんかとセックス。ああ、もういい、ガバマンやりちんで黙れ。僕桐崎英二は尿路結石になりました。先日背中に鋭い痛みがして、泌尿器科を受診したところ、レントゲン検査で医師から腎臓に石がありますねと手術が必要と診断されました。突然夜中に寝てたら痛みが強くなって、体をどの向きに向けても痛い。10ミリ以上の大きい石の場合、尿によって自然に体の外に出すのは難しいため、衝撃波なので石を小さく砕いて出す方法が検討されるんですけど、絶対出てこないんですよ石が。だから今回俺病院で尿道に管を入れんなんや。諸説があって、これは三大激痛の一つらしいです。僕の病気は痛みの王様と呼ばれていて本当に危険なんですよ。家族3人が手術必要な病気にかかってしまったわけです。前は病気にかかってないので家にいます。兄、父、母だけ入院中です。僕たちは井上病院に1週間入院しなければいけなくなりました。今3人とも頑張ってカメラに向かって話してますけど、めちゃくちゃ体調が悪いです。俺なんかお前またパンパンな仕事、お前クラミジアから治ったと思ったら次梅毒や。次梅毒やぞ。お前なんかあんたすごい ランク上がってっとるわ。おいおいよ、ピチピチピチってできたよ。俺結構な、あのニキビとか吹き出物できたら潰すんよ。俺潰してんよ。俺たらだしプチッダチになって、うい、ん、ダーッて。今日の動画168時間桐崎入院生活。僕たちの手術とか入院を担当してもらう井上病院の先生方です。井上病院院長井上です。よろしくお願いします。今日はここであの入院させてもらいます。168時間1週間。看護師長の井上よしこです。
ちょっと怖いですね。そうですか、怖いな。皆さんの健康を守るためですから、よろしくお願いします。皆さんも協力してくださいね。はい、新人看護師の新田楓です。全然僕らが入院してる時に全然襲ってきてもいいですよ、うん、いや、看護師歴5年の中村です。外科医の東です。緊急処置室ってことで、もうガチのもう機械とかがね、大量に置いてあります。もうガチモノの部屋です。これ電気ショックやん。勝手に触らない。すいません、すいません。だから、やすし、余計なこといつもするねんて。お前、触りたくなるんやで。いや、触るのって。こんなにもさ、はい、怖っ。大変的です。生食です。これで俺ら飯食ってます。高畑さん、行きますよ、ついてきてください。はい。いや、でかい病院ですね、本当に。ここはいろんな人入院してるんですか。そうですね。あんま大きい声で喋るんじゃん。あんたが一番できんやろ。いや、本当に静かに。はい、すいません。怒られるよ、本当に。怒られるぞ。逃がすし、私が怒られるぞ。あ、多分その入院の人や。私、キイザキエイジさんのファンです。あ、本当ですか。この子に麻薬してもらおう。あ、そっか、1週間の間さ、入院生活する上において、妹がご覧からこの人にするってこと。いや、でもそんなお前初対面ぞ今。この子同じ病室にしたらダメですか。あ、大丈夫だと思います。ありがとうございます。なんでお前こんな道歩くだけで仲間増えてけん。あ、ここは僕の病室ですか。でも俺そこの若い看護師さん2人と寝たいな。2人だけですか。めっちゃ怒ってるよ、お前。何してるの。失礼なことばっかり。よっしゃ。だってさ、こういうとこやったらさ、看護師さんとさ、なんかイチャイチャすることさ、男やったら夢見るわけよ。でもよくあるよね、入院しとってそこの看護師さんと出来てしまって結婚するとかね。え、そういうこと今までありました。看護師やってて、男って妄想するわけよ。夜さ、寝とったらさ、看護師さんになんかこう上乗っかられるみたいな。 AV の見すぎやろ。でも見すぎって、俺そういう看護師も好きやもん。家庭教師も好き。お名前何でしたっけ。みゆ。みゆちゃんね。みゆちゃん、ここんな場所。あ、はい、うん、そっちの方がいいって。あ、親父に襲われるかもしれんから。そうやって。なんで俺はこんなことする。りょうは時間か。皆さん、これ1週間僕たちは滞在するわけですよ、家じゃなくて。嫌だな。1週間もこんなとこおれんわ、私。失礼します。お願いします。失礼します。血圧と体温を測りに来ました。脇のところに入れてもらっていい。この中のところに挟んで、その間にちょっと測っていくね。なんかめっちゃアナログな血圧のやつですね。そうですね。大丈夫、痛くなかった。いつも大丈夫ね。36度3分だ。はい、大丈夫だ。ゆっくり寝ててください。次そっちの、もうすぐ終わらしちゃって。はい、こっちの。え、はい、何すぐって。すぐでいい。じゃあ早くいい。はい、もう、もうちょっと早くどんどん。めっちゃ雑じゃないですか。はい、オッケー。はい、オッケー。何、まだ終わってないし。オッケー。ちょっと待って。ねえねえ、隣のみゆちゃんと全然対応違う、私。ねえねえねえ、大丈夫、大丈夫だ。え、何。はい、終わり。何。大体大丈夫だ。え、ちょっと待って。大体大丈夫。東教授、こんな荒くて大丈夫なの。大丈夫。大体おばさん一緒だから。ちょっと見ればわかる。おばさん、若くて綺麗。だから対応が変わる。ちょっと待って。医者が患者選んでいいんですか。そうですよね。あ、これ医療裁判になって訴えられるかもしれん。無念だ。じゃちょっと危ないからね。チンボのちょっと裏側もちょっと確認する。もうチンボ確認するよ。ちなみにお年いくつですか。21です。21。妹と同級生。いや、すごい腫れてる。ほら、え、どうした。しこりがでかいね。潰した。うん、自分で。うん、だからこんなことになってんじゃん、うん、最悪なくなるよ。一生使えんように、ちょんぎってやってください。二度と風俗模様になんかできんように、ちょんぎってしまえ。こんなチンボ。落ち着いてください。ちょっとやめろや。ほら、見る。すっごいでっかいしこり。あ、きったね。あ、やばい、ナースコール、ナースコール。あ、押さない、押さない。え、おさらさん、ちょっと隠しますね。こっちのチンボも確認する。息子のチンボ、息子の息子のチンボ。確認するか。石詰まってんね、これ。あ、え、詰まってます。詰まってる。玉がパンパン。じゃあ熱測ってください。はい、はい、脇に入れてピーってなったら教えてください。あ、脇か。脇です。逆ですね。逆ですか、はい、あれさっき大丈夫、梅毒の患者さん使って。あ、やべ。あ、そうだ、してない。梅毒の親父の脇に挟んだやつ、俺くしり舐めちまった。せっかく病院広いにさ、ウォーキングしてさ、ちょっとどういう風なとこか見てみようや。にしてもこんなところで168時間1週間も過ごすってのは苦痛やねん。ここも4人部屋か。ここも4人部屋や。ここも4人部屋やけど誰もおらんないね。なにや、みんなここめっちゃいい良い部屋。そうじゃない。おい、あいつ何してんの。ちょちょ、ここやった、ここ。お前何してるん。社長。社長、何しとんねんて。ちか、社長何してんの。若い看護師と。さっき心電図の検査やったら、ここの吸盤取れないんだって。吸盤 B 地区やろそれ。 B 地区。一泊二日の人間ドック。私がみんな入院、病気で。何の病気やん。梅毒。梅毒。量は尿路結石。感じてるやろ、やばいやろ。もっとした、もっとした、もっとした。そこ。社長、これ何すか。免税区。このキャルで抜けるんよ。カエデさん、はい、肩貸してもらっていい。はい。やべ、この LCC 早く捕まながら。どこお前らの部屋、どこ。バイクス、バイクス。おー、お前らさい。うつりゃー、まずあら。社長、バイクス。うわくせ。僕たちちょっと体がなまってるんで、今散歩してるんですけど、普通にここら辺の病院歩いて大丈夫なんですか。大丈夫です。どんな部屋あれの。ほんと広すぎて。
何すかここは。こちらは集中治療室です。集中治療室、誰かいるじゃないですか。酸素室の中で誰かおるな。もう入っていいんすか。え、あれ俺アキヒロや。あれアキヒロや。酸素マスクつけてない。どれだけくん安静に何してるんすか今。もう今ちょっとギリギリの状態なんで。あれあれさん、渡ればよかったのに。なんで事故った、はい、あのね、人生が事故。あのね、突った時多分ね、トラックに逆に突られて追突されたかな。跳ねられたやん。跳ねられた。交通事故か。多分こいつ頭の病気やない。お前はドクターか。いや、頭の病気や。え、なんで海のこんなとこに。海違うのこれ。今なんておっしゃいました。海視力悪いんですか。海知ってますか。こうやって、そんなこうやって書いて。テレビでしか見たことないですけど、初めて実物の海見ました。こんなでした。はい。このまま安楽死させませんか。僕ここで働かせてください。海の掃除とか。ちなみにあの彼氏とかいるんですか。個人情報です。あー、フィフティフィフティか。こういうのツンツンした感じで夜ニャンニャンになるのがいいんです。キレてないでしょ。褒められてるんですからね。これやっと青春が来たって顔してません。彼とは子孫残しませんか。残しません。卵何本ね、何個も産めるでしょ。卵は産めません。産めないんです。こういう感じで俺の女侮辱すんな。え、誰が俺の女よ。え、これ三角関係これ。まさかの。え、院長の女なんですか。助けたつもりなんだけど。本気で看護師を狙うんだったらドクターです。やっぱり頭の中はまだ治ってない。夜勤ぐらいに二人で一夜凍らししてるんじゃないですか。あ、見ました僕。どんな。なんで見てないのに分かる。あのね、臨死体験で浮いてたんですよ体が。ふわふわふわってね、こう来たら看護師さんがね、一夜凍ら超えてました。一夜凍らピッピュピッピュまでは見ない。すまん、気安く触らない。あ、よしこごめん。いや、彼には精神科と脳の治療が必要なんで、もっと入院してもらいましょう。じゃあ入院手続き取って。はい、はい、わかりました。お金とかもちろんこっちで。いや、自分で払ってもらう。いや、え、心配だから来たんじゃないの。あなたがいたんだよ。えぇ、入院生活始まって2時間ぐらい経ちましたけど、どうですか気分は。もう飽きた。こんなとこずっと俺やん。1週間なんて無理や。結構前の部屋来たら楽しめるかと思ったけど全然つまらんの。俺らも東海オンエアさんみたいに寝たら即帰宅の旅みたいになりたくない。いや、入院するんやから寝なあかんやろ。でも目つぶったらダメやぞ。寝たら即帰宅の旅やりたいんや俺は。え、じゃあ私寝てすぐ帰宅したい。なんでもスカイピースが登場したらしいよ。大炎上起こしたらしい。低評価日本記録第3位のマイナス30万低評価。だから俺らも出たかったなって。いや、もっと低評価出るやろお前。だから俺ら家族みたいなのが出たらさらに叩かれてさ、大炎上起こすやろうなと思って。早くゲストは寝てしまって東海だけになってしまえって言われとったんや。だから俺らもさ、出たらそうなれんのなと思って。ハハハハハハ。シーツ交換します。シーツ交換しに来たんですか。して、うわ、めっちゃ怒られてるじゃないですか新人さん。次持ってきてね。で、シーツ交換しますね。お願いいたします。シーツ交換ってちゃんとするよね。あ、何バレた。変態。変態じゃない、男もしょうがないよ。しかも清水愛理じゃないですか。ちょっと広瀬アリス。いや、清水愛理ですよ、あのグラビアアイドルの。だよね。はい、知ってるんすか。知ってます、知ってます。あ、俺もよく。あ、あ、明日手術ですよね。なんで明日手術なのになんでこんなの持ってるんですか。老害がこんなチンク立つんですか。その老害とも失礼やなお前。あまりに笑うから何言っとるんで笑い。いや、もう静かにしてください。しかもこんなにうるさいんであれば院長に出してもらってリスパラル飲んで精神的安定剤出しますからね。いいですか、リスパラルめちゃめちゃ強いですからね。蓄積されたらあなたずっと立ってられません。抜いてくれ、あなたたち顔似てない。全然しょ似てませんから、やめてください。ちょっと、ね、てか何、お兄さん何でそんな声高いんですか。うん、骨髄移植して声がちょっと高いだけ。女性から地位入れてた。女性の地位出ちゃったんでちょっと声が高い。胸は、あ、胸触ないです。薬処方した方がいいの。そう、めちゃめちゃ処方。いや、え、先生分かってない。やばくないですか、やぶ医者ですよね。ちょっとお兄さん梅毒とかないんですか、やったこと。いや、梅毒か
あるわけないじゃないですか。失礼すぎません、あなたの息子。本当にこういう患者には絶対精神安定剤やるべきですよ。本当にとりあえず今日は本当に落ち着かないと本当に梅毒人に移すんで、あんまりにもあの血とかでね、精子とか我慢汁とかね、そういったもので人に移すこともあるのでやめてください。オーラルケアでも移りますからね。さすが詳しいですね。いや、この仕事をやってればそれそうですよ。この人一体何なんですか。ありがとうございます。この病院変な人ばっかりだな。いや、お前が言うな。だいたいなんでこの旦那さんと結婚したんですか。どこが良くて結婚したんですか。いや、今思ったらどこが良かったのか一つも思い当たる節がない。すごい後悔してます。この人介護士だよ。あ、介護士なんですか。おむつあります。おむつされてるんですか。おむつしてないですよ。ちょっとじゃあ、いや、ダメやって。ダメやって、ダメやって。じゃあ静かにしてもらっていいですかね。やすし仕事なんですよ、これ。はいはい、本当に。ちょっと待って、マジで。やめろよ、お前。ふざけんなよ、お前。梅毒が1位、もう寝てればいいんですよ。落ちとるわ、何言うのかい。うるせえよ、ここ。もう静かにしてや、もう何してんの。お前、死んだんじゃなかったんかい。出てけ、お前。いや、じゃあ違うでしょ。いや、お前が出てる、おっさん。何してんの、手出したんだろ。いや、違う、これは仕事でやってるんですよ。俺、介護士、9年目の介護士で、俺がおむつ交換をしてるのに、騒ぐんです、この場は。いやいや、だっておむつしてないよ、私。してなくて、してねえから。これからつけるって。もう触るんだいな。これからつけんだっつの。黙れ、触るな。何でも、やっぱりこの家族にディスパダール飲ますってちょっと落ち着かせる。で、ディスパダール。ディスパダール。何やそれ。エスポワール。エスポワール。ディスパノールって何や。ディスパダールっていうのは精神安定。精神さんはちょっと黙ってる。いやいや、邪魔ですよ。いずれおっさんになるだろ。仕事でこっちやろう。うるせえんだよ。危ない危ない危ない。やめて、やめて。ほら、ほら、あったしたの。目と喧嘩せんなよ、ボケ。休館休館、新しいの来た、新しい休館休館。ちょっと喧嘩せんなって。ほら、もうイケメンの無駄。はい、うるさい。あ、うめ。この人社員ですよね。まだ契約です。使用期間です。大体さ、じゃあ言わせていただきますけど、この患者とこの患者と永遠にやっても言うこと聞かないから処方、薬の処方をしましょうって言って、こういう状況になってもおむつ交換させてくれないんですよ。だっておむつしてないから、私これからするっつってのに、ほんと勘違いしてんですよ。だって私自分で立てるし、おしっこもいけるし、おむつする必要ない。セクハラ感最後。セクハラ感、セクハラ、セクハラ、セクハラ。聞け、子宮のあれでね、手術するからバルーンを入れるんですよ。おしっこの管入れるじゃないですか。だからおむつにするって言ってんのに言うこと聞かないじゃん。このその時にしてもらえればいいだけで、別に今ほらこの意識ある時にしてもらっても私困るし。そういう趣味だろ。そういう趣味だろ。そんな汚い趣味ねえよ。だいたいさ、ここの病院もうやめてよ。クソババウミガメジジイババア。いつでもどうぞ。お前もやめちまえ。お前もいるからここの従業員おかしくなってんだよ。必要なご意見ありがとうございます。出口はあちら。シャブマリガナなんかしょったん。いや、わかんない。それはちょっとね、覚醒剤か。こっちだよ。くすれやばいか。こんな感じ。うん、こんな感じ入れて。そっち室です。喋るときはっきり喋ってください。でっかこのトドみたいな。トド鎮静剤ですよ。鎮静剤ですよ。出てきなさい。あ、違うの、俺じゃない。何をやったんですか。イケメンすぎるんじゃないですか。こいつ大丈夫かよ。何もやってたんですよ。なんか最近ちょっと気持ちいいって感じです。お前の愛した名前は緑。コカイン、覚醒剤、何やったんや。草です。草。あ、タイマル。こんなのあるでも。大体さ、なんでこんな感じは変な感じばっかり受け入れるんですか。安定剤打った方がいい。安定剤とかじゃなくて、こんなの受け入れるか。こんな感じはお気口くなるんですよ。お前が一番うるせえじゃん。お前うるせえの。こっちはヒステリックにもなりますよ。こんなのばっかりやったらさ、おかしくなるじゃないですか。お前がちゃんとしないからこうなるんじゃないですか。あんた首だったんすよ。首だよお前。だからもう首になるって分かってる。覚悟でこうしとるんや。こういうの受け入れるからおかしくない。だからこういうの受け入れるのが病院だろう。なんでも受け入れればいいもんじゃないですか。
にたくさんもう入院だお前も、お前も入院だ、怖い怖い入院だ、え、自己紹介お願いします。ハリツ・アブドゥ・サラムです。え、日本人じゃないの。ナマサヤ・ハリツ・サラムかな、すごいな。生ハメとか言ってなかった。生ハメ、あんたがよくやってるやつだ。生ハメ、それで梅毒になったしね。なあ、お前なんでまた戻ってきたの。警察電話する。いや、俺の方が絶対わかりやすいでしょ。お前さ、一応さ、患者だろ。いや、お前の立場ねえから。ディスコ、いや、お前の立場、お前クビだったやん、うん、いや、クビとかじゃなくて、俺いた方が意外とわかるから。ここ使えないから、一応知識だけ良くて。一介護士だよね、こっち医療従事者。なんでここに患者と医療系が入ってるのかがわかんないんですよ、俺から。こちら本当は来たらダメやろ。おかしいでしょ。だから、この人暴れとったから、ちょっと助けてって。黙れ。そしたらもう医療従事者以外出てって、もう大丈夫だろ。はい、はい。ということで、手術の時間が近くなってきました。お母さんが子宮筋腫のため、分娩台で検査をします。はい。なんでみんなおるの、恥ずかしくない。そんなんだって見せんないやろ、お母さんがどんな風な感じで感知するかっていうの。今からこれをパカーンってして、ドーンってみんなで見て、で、中検査するから。興味あります。あります。あ、恥ずかしい。ちょっと待って、はい、セクハラ。あのやつと離婚してくれたら俺本当に幸せにするよ。気持ち悪いじゃんお前。パパン。どうですか先生。やっぱ手術が必要です。匂いもすごい。匂いもすごいです。まあそうですね。ちょっと腐ってる。腐ってる。うん。年だからね。いや、年っていうよりもちょっと病気、うん、病気ですね。汚いガバマン。ということで、親父の梅毒の検診です。すごいな。産んでしまって化膿してるんで痛いんですよ。細胞の検査したいんで。はい、はい、海とか取りますか。あ、ちょっとお願いします。そこに寝てください。海を取って病理室で細胞の検査をします。じゃあちょっと押さえて。あー、きったよ。集まんね。痛いって。痛い。我慢しろよ寿司。男だろ。男でも関係ない。もうちょっとで海が出るから。ちっちゃい。ちっちゃいチンチン。ちっちゃい。チンポちっちゃい。チンポ。はい。イチジクみたいになってる。イチジク。気筒の部分に潰瘍ができてる。穴開いてる。俺気筒の穴開いてる。尿道口以外に穴があるからやっぱり梅毒です。もうちょい。痛いって。出てきた。終わった。今まで女遊びしてきた月が今回ったんやね。遊ばんとこあったらこんな痛思いせんかってるよ。分かってるよ。そう、介護士さんからも説教してあげてくださいよ。本当に気持ち悪いな、お前。うるせえよ、お前。お前がうるせえよ。俺の人見せてやるか。うるせえ、早くさっさと寝ろ。ほら、かわいいな。ほら。ということで、僕は尿路結石ってことで、あの下半身に問題があるってことで、一回石がどれぐらい溜まってるかっていうのをレントゲンで調べたいと思います。CT スキャンで。フェードで締めるってことね。ずれんように。なんか怖いんよ、CT スキャン。じゃあ行きまーす。行ってらっしゃいよ。はい。あー、今から手術やからな。お母さんもお父さんも俺も今からやぞ。メス入れないけど体に。あー、放射線がめちゃくちゃ見るわ。はい、戻します。写真撮れたかな、ちゃんと。じゃあこれから手術前の処理するの。はい、ネタさんお願い。はい。あ、ケースおるんやん。はい。あ、邪魔ですね。あ、邪魔ですもんね、手術にね。うわぁ、ちょっと俺今全部下半身脱がされたよ。いや、しゃあないがね、そこの下のケースらんかったら手術できるもん。やべ、自分より年2つ下の子に下半身全部見られとる。動かないでください。はい、はい、あ、どうしたやばい、息子が動いとる。鼻血。あったすみません、動かないでください。これしょうがないやろ、だってそんな俺らってさ、いつもマッサージとか行った時に普通に勃起しまうから、こういう時に勃起してもおかしくないやろ。あの、動かないでくださいって動いとるの息子か。そういうこと。あ、そういうこと。偉い、要は今、股間の隣に沿ってるんですよ。うわぁ、それはナイスやな。あんま変に触ると出るかもしれんよ。はい、今四つん這いになってます。血源もするんや。血源も今沿ってもらってる。今平出たらどうします。え、ちょっと勘弁してください。はい、よく消毒してね。あー、よかった。よかったな、ツルツルな。ツルツル。生まれたて。うん。生まれたて。バイバイ、やじ。でっき鼻くそ取れた。ねえ、タバコ吸いたくない。タバコ吸いたい。屋上やったら誰にも見つからんと吸えると思う。ああ、吸いたい。そうそう。普通病院の中で吸ったらダメなんけ。ダメよ、お前。ほんと屋上もダメや。じゃあ、こっそり吸おうぜ。え、待て、あれ、イチャイチャしてないなんか。さっきのドクターと看護師じゃない。イチャイチャしてない。激しい。え、ラブ、あの二人できとったんや。何しとるの、あんたら。ちょっと。あ、何してるんですか、あなたたち。マグアイしてんじゃないっすよ。今仕事中ですよね。院長、この二人今イチャイチャしましたよ。知ってますもん、ね、いつものことで。そう。なや。え、あ、え、なんか騒いでる。何してるん。もう草吸えないから死ねばいいじゃん。え、え、草吸えないから死にたい。そんな草ごときで死んだらどうすりゃ、命は一つしかないねんよ。でもなんもないよ。なんもなくないよ。生きてればなんかいいこと一つくらいある。薬がそんな大事か。気持ちいいです。だって俺にはもうなんもないですよ。50年間生きとったら嫌なことなんていっぱいあるんや。それに耐えて今まで頑張って生きてきとるんや。嫌な思いしながらも生きてきとるんや。いずれいいことが一つでもあるかと思って、そのために今頑張って耐えとるんや。あんたそんな今まで
で何年間生きてきたか知らんけど、そんな若さで27歳です。27年間ってまだいいことも悪いことも全然ね、経験もしてないのにここで諦めてる方で終わるやろが。やすしもさ、気持ちいいことばっかりしとったやん。こいつもいいげん、諦めとるげん。もうこいつは性行為に気持ちいいと思うな。そんなに知りたいら飛び降りてみろよ。じゃあさっさと降りてみろ。そんな度胸もないくせにそんな厚着してんじゃねえよ。怖くない。ちょっと待って、こんな話しとるのに訳わからんねえ。喧嘩すんな。やねさん高い声な。俺は男でも女でもどっちでもいいんだよ。もうどっちもいいか。いちいち突っ込むんじゃないよ。じゃあどっちでもいいってどういうことや。それ決めんないの、どっちかは。体の中は女、うん、え、そうなの。飛びます。お願いか。さようなら。やめろ、やめろ。やめろ。やめろ。目覚ませ。いかげんしろ、ボケ。すんな、つとめやろが。わかったか。わかりました。この病院おかしいのはあんたのせいや。いや、俺のせいじゃ。なんでお前が飛べよ、お前が。お前違う、俺じゃない。お前が飛べよ。悪いのはね、ここにいっちゃうね。じゃあお前が飛び降りないんだ、俺飛び降りてやる。俺が。ほら、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 どうぞどうぞ、行ってください。いや、病院が迷惑なんで。あ、そっかそっか。お前から、こいつから、おい、こいつから。おい、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 おババアがヒステリックになるからこうなるんだよ。高畑さん、3人とも今から手術が始まります。とりあえずもう手術始まるぞ、お母さん、お父さん。分かった。ちょっと私、体きれいにしとくわ。あ、臭いか。いいエンジ。おい、どうした。ハリスさん、倒れた。あ、何緊急治療室運ばんの。もうさ、麻薬漬けになってるからやって運んでます、ハリスさんは。ストレッチャーないの、ストレッチャー。ストレッチャーない。腕もげる。頭の黄色の。ぜーんぶ。じゃあ、じゃあ。はい、まずチャージして。今、チャージしてます。はい、タイミング離れて。離れて。はい、チャージ。乳輪切れるよ、今。大丈夫か。脈まだ戻りません。ハリス、もう一回離れて。はい、離れて。せーの。おお、もう一回チャージ。はい。はい。17時42分、五輪中です。亡くなったってこと？人の死ってこんな開けないの？すいません、この後体の清掃入るので皆さん一度お引き取りください。もしかしたらサクさんのビンタが脳震盪起こしたんじゃないの？私のせい。殺人？いや、本当や。待って。ごめん。あんたのやつよ。そうや、脳出血おかしいね、それで。そう。え、なんか結構強かったんだ、ビンタ。だってメガネこんなのさ。うん、そう、メガネ外れとったもんね。人殺しや。じゃ、マジで人殺しですよね。泣いてる場合じゃないですよ。俺、犯罪者の息子になるってこと？そういうことや。犯罪起こした妻どう？もう離婚するからええんよ。ハリツさんが恋愛室に入りました。ということで俺らも目の前まで来ました。ちょ、開いてみるよ。ああ、本当の恋愛室や。これが本当にお亡くなりになられたんですか？はい、お線香を見させてもらおうか。成仏してください。短い付き合いだったけど、あの上行ったら幸せになってください。あなたのビンタで死んでんよ。すいません、安らかに。あいつ人殺しだ。申し訳ございません。バカだ。言い返す言葉もございません。これヘリウム君が正しいぞ。インドネシアから来て省かれ者で日本に来たけど葉っぱを吸っていた。春の七草かと思いきや大麻の方の葉っぱだった。南側、北側。手術開始する。あ、お母さんからまず手術をします。ここ手術室でございます。え、手術室にみんな来る？いや、始まる前まで、麻酔かける直前まで俺ら追っても大丈夫なんですよね、院長先生。まあ、とりあえず。すごいね、この手術室さ、撮影普通できんよ。私注射嫌いねんて。え、また開くの？また局部麻酔？私全身麻酔って聞いとるけど。局部です。いきますよ、ちょっとチクッとします。痛い。いや、こんなとこ注射キスされるね。痛いに決まっとるやろ。まあ、おー、麻酔効いた、麻酔効いた。おお、これで手術始まるんや。これ何してもいい今。でも、こいついつもうるさい時麻酔すればいいんじゃない？あ、本当やわ。え、それ俺ら購入できませんか？家に持って帰りたいです。移してはダメだよ、ここは。ダメなの？ダメです。はい、ここまでです。皆さん、麻酔の時間がありますから。それだけ患者さんの体に負担もかかりますので、そこは速やかに出てください。海うるせえな、もう。海がはい、海から出てください。はい、海です。はい、出てください。この野郎、はい、お前も一番うるさいんですよ。はい、うるさい。お前も一番出てけ。あなたが出ていけば私も。あなたも出てけ、この豚野郎。ウミガメじゃない、お前の豚野郎。どうせ改造するけど人造人間にする気だろう。患者やめてやる。金なんて払わねえから俺も。大体この病院に来た時から嫌なやつらしかしなかったの、この病院は。本当にデブ、チビ、ゾンビ、お前は何でもいいよ。カメ豚野郎。
いや、お母さん大丈夫かな、子宮筋腫の手術。大丈夫だろうと思うよ。でもこれでさ、サキさんがもし万が一手術失敗してお亡くなりになったら、ヤスどうする？嬉しいんじゃないの？不倫し放題やん。無理だろ。サキさんの手術終わったんで、次お父さんです。みんな頑張ってるか？クビになったんだ、お前は。あ、ここで帰りがいいんだよ。まあ、クビだ、さっきデブって言ったろ、お前。デブ？あ、そんなの、もともとだ、見た目どう考えてデブだろ、お前はよ。本当はこいつは。あ、役仕事しろ、口答えするな。東海のザワ君は、寝たら即帰宅の旅にスカイピースたちと言ってるんじゃないですか？あの、寝たら即帰宅の旅にスカイピースになるのあなたでしょ？いや、違います。あなたとりょう君でしょ？何そんなヘズマデューみたいなこと言ってるんですか、あんたも。なんで、あんた虫眼鏡やん。どこが虫？どう考えても黒いだろ、こっちの方が。知らないよ、その俺じゃないもん、俺と違うやつだもん。スカイピースたちを呼んだからだ。お前の目はおかしいじゃない。まあ、俺を呼ばれとった方がやばかったけど、俺呼ばれた方がそれは炎上するけど、寝たらそう帰宅のために。でも虫くんが呼んだから炎上したんだよ。本当にごめんなさい。全部東海オンエアを作った哲也のせいだ。こんな若い子に麻酔してもらえるって最高やんけ。あ、死んだ。わかりました。え、なにそれ。え、全部取っちゃうから、全摘。嘘だ。全摘。あら、さっき言わなかったけど、全摘します。さきさんが、もう取ってしまえって。もう性別変わる？男？女どっち？もうこれで引っこ抜くから。え、去勢するってこと？そう。いっせーの。はい。みんなこの人遊んで。次は高畑亮君の手術。寝たら即帰宅のタイプやったら俺速攻脱落やわ。そりゃそうだろうな。お前みたいなのいなくてもいいよ。いや、いらんやつ呼んだやんけ、あなた。そりゃそうか、わの裏ボスだ。あ、そう。ただの尿路結石の石を摘出する手術なんで。あ、待って、管通すんけ。はい。あ、これ麻酔なしでいこう。これ麻酔なし。あ、待って、激痛なので押さえつけますね。ああ、痛い。ちょっと、ちゃんと押さえて。痛い。これはやばい。待って、ほんと痛い。マジやばい。これはやばい。夏にこんな目に遭うのか、マジで。はい。入ってる。気絶したぞ、お前。あまりの痛さに。気絶するんだったら麻酔打ってあげた方がよかったんじゃないですか。失禁してます。失禁。漏れてんじゃねえの。やばいじゃねえか。やべえ。介護士。介護士やるわけねえだろ、そんな仕事。なんでお前、免許あるだろ。ならないんだよ。あれから手術があってみんな寝てます。わ、ぐっすり寝てますね。いや、麻酔が効いてる。死んでるんじゃないかな。サキさん、いびきかいてるけど、おいおい、手術無事終わったぞ。手術終わったぞ。まだ始まってないんじゃないの。もう終わったマジで。お前気絶したんや、手術中に。え、管は管もう通ってる。石出てきた。出た。もう夜8時だよ。マジっすか。はい、目覚めて。何子宮の摘出終わったぞ。こんなじゃなくなったってこと。そういうことや。もうあの、ヤツ人の子供は産めん。俺らに兄弟もできん。梅毒の手術終わったぞ。でもまだクラミジアとリンビオが残ってるらしい。もうチンボ自体がないの。あれ、あ、そっか、チンボね。チンボねえないや、チンボ。もうチンボなくなったからさ、いつもよりハゲがない。今入院生活始めてちょうどじゃあ24時間経ったってことで、あと6日間は入院しないといけないんですよね。なーい、入院生活。マイトもしばらく会えんねん。帰りたい、うち。この病院頭おかしいと思っとってんけど、でも根源はやっぱ虫眼鏡お前のせいや。いや、俺ありえねえぞ、この心を。ここがおかしいんだよ、なんで。やすしのチンボを返して。いや、俺じゃ梅たちだ、ここのデブだろうが。おお、デブなんだよ、お前。こいつが一番悪い、こいつ。俺おかしくないの、なんで俺 C シャツ返してんだよ、みんな知ってる。とりあえず皆さん、あと6日間はね、あの、この病院で過ごすことになります。よろしくお願いします。今すぐ全員追放したいくらいだわ。迷惑この上ない。お前が迷惑だよ。実はな、さっき聞いてくれ。はい。さっきの取った子宮はな、俺が全部持ってるんだぜ。え、今日はさっきの子宮でドッピーナッツ。